こんにちは、知得週刊コサイ MC の飯田真希です。この番組ではコサイ市内のニュースや身近な話題を毎週更新でお届けしています。5月に入ってすっかり初夏の雰囲気ですね。ステイホームは続きますが、こうなったら楽しんだもの勝ちです。お家で楽しいことどんどん見つけていきましょう。それではラインナップです。まずは今週のニュースからお届けします。湖西市は11日、新型コロナウイルス対策で国から国民1人当たりに10万円が給付される特別定額給付金のオンライン申請の受付を始めました。オンライン申請はマイナンバーカードを持っている人が対象で、マイナンバー制度の個人向けサイトマイナポータルから手続きが可能です。まず検索エンジンからマイナポータルぴったりサービスを検索し、サイトにアクセスします。地域は静岡県湖西市を選択。検索方法はぴったり検索を選び、特別定額給付金にチェックを入れて、この条件で探すボタンをクリック。そのまま画面の指示に従って申請が可能です。なお申請には申請者のマイナンバーカード、マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン、もしくはパソコンと IC カードリーダー、マイナンバーカードの暗証番号が必要です。マイナンバーカードの発行には申請から取得まで1ヶ月ほどかかるため、マイナンバーカードを持っていない場合は郵送申請が基本となります。郵送申請の申請書は今月下旬から各世帯主へ発送を開始する見込みで、申請期間は受付開始日から3ヶ月間としています。また収入の急激な減少により早期の支給が必要な方を対象に、給付金を通常より早く受け取れる早期特別申請を始めました。湖西市のウェブサイトから申請に必要な書類を印刷し、必要事項を記入の上、本人確認書類などを添付し郵送することで申請が可能です。早期特別申請の場合、給付金は5月下旬に交付される予定です。なお新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市役所での申請書の配布は行っていません。特別定額給付金に関するお問い合わせは特別定額給付金コールセンターまでお願いします。マイナンバーカードの発行申請や暗証番号初期化のため窓口が混雑している自治体が多いようです。マイナンバーカードを持っていない方、暗証番号を忘れてしまった方は、なるべく郵送での申請をお願いします。さて続いては番組リポーターが湖西の街を巡るコーナー、ブラ旅湖西です。今回は先週に引き続き特別編、ご飯湖西とのコラボテイクアウト特集です。それではどうぞ。皆さんこんにちは、ウィンディ湖西営業所の水田富です。山本町です、ね、ということで、この知得週刊湖西なんだけど、なんとこれで放送100回目。おすごいですね、おめでとうございます、ね、100回目にね、はい、ちょうど出れてよかったね。もうめっちゃ嬉しいです。本当に？はい。じゃあね、今回もまたね、この2人でいるということなので、前回に引き続きですね、ご飯湖西とウィンディのコラボ企画ということで、テイクアウトのね、お店を紹介するので、いや早速行ってみましょうよ。はい。どう？はい、前回も美味しかったからね。前回めっちゃ美味しかったので、今回も期待してます。じゃあ行きましょう。はい。あれなんだっけ、車。あれ、スマイルランド、ね。正解です、行きましょう。行きましょう。ウィンディ湖西営業所の名物リポーター、水田アトム23歳。そんな彼が湖西の街をぶらっと旅するコーナー、ぶら旅湖西。これは行けますか？あ、待ってよ。あ、やったな。いける、いける。まだ何も言ってない。いやいや、何も言ってないのに。雰囲気ね。じゃあめっちゃ暑くない？今日めっちゃ暑いです。脱ぎたいんだけど。
やめてください。ちょ別に普通じゃん。完全に露出狂かと思う。前回初めて出たじゃん。はい。でまだそれ放送されてないから見てないもんね。そうなんですよね。絶対やばいです。もうなんか一生の黒歴史残したなと思って。そんな。なんか一生ネットのおもちゃになったらどうしよう。ね大丈夫でしょ、そんなですか。まだ俺もいたずらされてないから、ね、あ、本当ですか、うん、じゃあまあ、トムさん大丈夫なら大丈夫です、ね、あ、そうですね、俺が大丈夫なら大丈夫、そうそうそう、トムさんね、めっちゃ失礼じゃないですかいや、分かって言ってるのかと、違う、これですか、そうそうそう、これです、はい、右手側に見えてくるはず、あった、和食つぐみ、うわ、これか、なんか高級感あるよ、看板だけだったね、メニュー表とかも特別でなかったから、はい、隠れ家のような、そういうところが美味しそうな気がしますよ。でも美味しそうだね、見た目高級感すごい、うん、だ着きましたね、着きましたね、つぐみ、いやなんかすごいシンプルな見た目で、手書きですかね、あの看板、あ、本当だ、食つぐみテイクアウトもやってるね、やってます、幕の内弁当、上幕の内弁当、その他単品オードブル何でも対応します、いやちょっとね、めちゃくちゃ美味しいよ、はい、美味しそう、これは確かに美味しそうです ね、ちょっと行ってみましょうよ、はい、行きましょう、行きましょう、行きましょう、行ってきます、行ってきます、こんにちは、こんにちは、いやすごいですね、雰囲気が良くて、いや暖かい光と畳もいいですね、あこんにちは、今日よろしくお願いします、こんにちは、早速なんですけど、つぐみさんについてちょっといろいろ伺えればなと思うんですが、どういったお店ですか、まあ、和食屋でランチと夜と食事どころと、はい、夜は飲む方が半分ぐらいで、はい、すっごい綺麗ですけど、お店はどれぐらい、まあ、半年、7ヶ月ぐらいですかね、あ、半年くらい、はい、まだできたばっかりで、そうですね、あ、そうなんですね、はい、へどうですか、環境といいますか、お店のまあというかぼちぼちやらせてもらってます、ぼちぼちで、そうなんですね、はい、で今回テイクアウトを、ね、はい、やってるということで、僕らもそれで来させていただいたんですけど、はい、お弁当の種類って何種類ぐらい、まあ、幕の内1本であと問い合わせ次第でその日の取れたやつでやらせてもらってますけど、はい、あ、うわすごい美味しそう、めちゃくちゃ種類ある、いやこれご飯は何のご飯、黒米ですね、黒米、白米と混ぜてちょろっとだけ入れて、はい、四国米ですね、もみじが乗ってるみたいにおしゃれですもんねおしゃれですね、この辺はやっぱりこだわりというか、まあ、見た目というか、見た目を重視してますね、はい、こだわりのところとかってどこですか、まあ、全部手作りでやらせてもらってて、まあ、だしが多めで味は薄めを心がけてます、はい、そうなんですね、はい、なんか食材にこだわりとかはあるんですか、野菜とかは無農薬野菜のヤードファームさんってとこから入れてますね、はい、こだわったところから野菜も仕入れて、そうですね、はい、そうなんですね、うん、じゃあすいません、こちらいただいていきますので、はい、ありがとうございます、はい、またちょっと食べ終わった後にお電話でちょっといろいろお話伺えればなと思いますので、はいはい、すいません、よろしくお願いいたします、ありがとうございます、いただきます、はい、さあ、ということで戻ってきました、はい、さあ、ということで早速開けちゃっていいよ、せーの、オープン、おい、いや改めて見るとすごい美味しそうだね、じゃあまあね、こんなご時世だからシェアするとあれだから、そうです、取り分けよう、その皿で、はい、いやいいね、めっちゃレベル高いキッズプレートみたいじゃないですか、あ確かにうまいね今のは、ありがとうございますちょっとシールドしようよ、シールドしましょう、ほい、わ何それ、これがこのよくあるじゃないですか、飛沫感染を防ぐというのか、なんていうの、これなんていうの、 AT フィールドにしとくAT フィールド全開もらっていいですか、分かりました、 AT フィールド全開、まあまあまあ、待って、それでいただきますないやつみたいになっちゃったじゃないですか、本当にじゃあいただきます、いや美味しそう、え、ちょっと唐揚げからいっていいですか、じゃあなんでしょうね、ちょっと黒いというか変わった唐揚げ、いただきます、うん、なんだこれ、うまっ、すごい味がしっかりしてる、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいけどコクがあるっすよ、めちゃくちゃ美味しいこの唐揚げ、美味しいね、美味しいよね、なんかこうしっかりしてるよね、味付け、噛むほどに味が出てきます、うんうん、
卵焼きのお味は、ね、美味しそう。いただきます。うん、めっちゃうまい。出汁がね、効いてる。素材本来の甘みというか、うん、いい出汁、いい味してるわ、これ、うん、出汁をめちゃくちゃ感じますよ。噛むと、卵が裂ける前に出汁がシャーってなんか染み出る感じが、スポンジみたいな感じ、そう、スポンジみたいな感じ。決してスポンジではない、スポンジではないですよ。じゅわーっとね、出汁がすごい広がってすごい美味しい。出汁こだわってる理由ってのがめっちゃ美味しい ね、絶対煮物も美味しいよね。見てください、この鰹節の乗っためちゃくちゃ美味しそうなたけのこ、うん、いただきます。うん、なんか歯ごたえも残りつつ美味しいです、めちゃくちゃシャキシャキしとんね。してますよね。めっちゃ美味しい。うまっ。うまっ、止まらんね、これ。あの、タケノコ1個食える、この料理で。結構量あります。結構あると思うけど、全然食える。超美味しい、マジ美味しいです、マジ美味しいです。そしてお次は、黒米入りのご飯。うん、美味しい。なんか普通のお米よりプチプチしてます。もうプチプチしてんだ。はい、うんうんうん、しますよね。黒米はそうだね、プチプチするわ。うまく言えないけど、白米とはちょっと違う風味が、そうですよね、あって。こちらはとっても美味しそうな焼きサバ。うん、うまい。すんごい柔らかくてすんごい香ばしくて美味しい。うん、絶対和食好きな人は絶対好き。あ、じゃあマツさん総括してどうですか、このお弁当。お弁当もう運動会のお母さんのお弁当の頂点のお母さんみたいな感じ。お弁当の頂点のお母さん。お弁当イクールお母さんじゃないですか。お母さん界にも多分てっぺんがいると思うんですよ、うん、それです。ママオブママ、これがママオブママです。ママオブママ弁当、これはママオブママ弁当です。なるほど、ね、全世界のお母さんのお母さんです。おばあちゃんじゃん。お母さんのお母さん、おばあちゃんじゃん。体育大会のご飯って冷めてるじゃないですか。あれであの唐揚げ入ってきたら大喜びですよね、もう心が。もう午後から唐揚げのことしか考えられん。食べた後も。食べた後も。卵を転がしながら、走りながら。そう、走りながら。唐揚げだ。唐揚げを想像しちゃう。どんな食レポ？本当っすよね。いや、でも唐揚げ確かに美味しかった。唐揚げ美味しかったです。まあ、全体的に美味しい、マジで。うん、ね。はい、和食組です。あ、お世話になります。ケーブルテレビウィンディ水田です。はい、はい、はい。あ、すいません、先ほどお弁当ありがとうございました。あ、ありがとうございました。はい、お弁当すごい美味しかったです。あ、はい、ありがとうございます。なんか唐揚げがちょっと気になったんですけど、あれって何かありますか、はい、唐揚げ、特別こだわりとか。いや、特に、まあ普通の唐揚げ。普通の唐揚げ。なんか味付けとかコクがあるように感じたんですけど。ゆわんじって、日本料理のゆわんじに通して、お、ゆばんじって何なの？ゆばん焼きって、まあベースの、はい、柑橘系の汁があるんですけど、まあ、それに漬け込んでやってます。はい、へー、お肉もそんなのにつけて、へー、そうなんですね。はいはい、いや、本当に出汁もすごい美味しかったんですけど、秘訣というか、あるんですか？はい、料理を作る時のポイントというか。まあ、京料理じゃないですけど、まあ、出汁強めで味ですね。はい、うん、まあ、醤油だったり、みりんだったり、はい、酒だったり、少なめと言いますか。はい、そうですね、確かに優しい。はい、味がしたんですけど、やっぱこういうの作るために結構長い時間かかったんじゃないですか。あ、どうですか、 10年ぐらいは。あ、10年も。関山寺の、はい、お、関山寺、はい、築地の、あ、すごいですね。築地というか日本の中心で修行されてっていう感じで。あ、そうですね。いや、さすが日本一だ。あ、私も食べまして、すごい美味しかったです。すごい包み込まれるような優しいお母さんの、もう一番お母さんみたいな味がしました。すごいありがとうございます。はい、ありがとうございます。ごめんなさい。すいません。じゃあすいません、最後に、ごめんなさい、視聴者の方々に一言いただけますか。あ、これからもよろしくお願いします。これからもよろしくお願いしますということで、はい、ありがとうございます。コロナに負けず、頑張るぞ。頑張るぞ。おー、ありがとうございます。はい。ありがとうございました。すいません、お忙しいところ。はい、はい、では失礼します。美味しかった。なんかこの電話の後の静けさがなんかちょっとなんとも言えない感じですけど、いや、でもめちゃくちゃ美味しくてね、ちょっとお腹溜まってきたところですけど、まだ終わらない、まだあるんです。
ます。もう1店舗今から紹介していきますので、はい、行きましょう。次行きます。いや美味しかったな。つぐみ美味しいですね。飲み行きたい、飲み行きたい。ね、日本酒飲みてえわ。すかね、焼酎でもいいけど。行きましょう行きましょう行きましょう。ネットもお得でとっても快適。ケーブルテレビ、もっとあなたに。次は、わらしべですね。浜名湖食祭わらしべさん。以前ね、あれなのよ、うちでも湖祭&浜名湖ラブさんが、あ、そう、言ってくれて、ヒラメのね、やつだったな。特集で紹介してたんだけど、めっちゃ美味しそうだったから、めっちゃ楽しみ。上りが立ってる。あ、以前ね、放送した時に見てて、うわ行きたいなと思っててなかなか来れずに、で今日ですよ、はい、楽しみです。行きましょうよ。さあ、ということで、まっちゃん、ここほら、はい、浜名湖食祭わらしべさん、え、書いてますね。看板というか、テイクアウト始めました、お弁当オードブル。場所すごくない？そこは静岡よ。あ、本当だ。そうですね、目の前というか、もうトン散歩で来れる。どういう散歩ですか？散歩でね。あ、散歩で、あ、そうかそうか、びっくりした。散歩行きましょう。わらしべさん行きましょう。あ、こんにちは。こんにちは。今日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。すみません、改めてになるんですけども、はい、浜名湖食祭わらしべさんってどういったお店になりますか？あ、うちはですね、浜名湖周辺、湖西市とか浜名湖の食材とか、そういうものを使ったお料理をメインに、提供させていただいて、それプラスお魚は、うちがやらせていただいている洲本式の究極の血抜きという魚の仕立て方を使ったお魚を使うのがメインでやらせていただいています。今、テイクアウトのメニューやられてると思うんですけども、はいはい、どういったメニューがありますか？カウンターには並んでるんですけども、はい、お弁当とか、あとお子様用のお弁当、オードブル、地元式の魚を全て使ったお弁当であったり、はい、地元の湖西豚とか、地元の野菜、海苔、しらすを使った地産地消弁当っていうものとか、あとはもうお子様用の、小さいお子様ですけど、はい、5種類おかずを選んでいただいて、詰め合わせて、ミニおにぎりつけて、で500円、お母さん手抜いてくださいっていうお弁当とかをやってます。今日はどういったお弁当を？今日が、地産地消弁当と、あ、さっきおっしゃった、はい、さっきアドモさん言われた、新とひらめさんの、おお、極み丼、おお、ご自宅で作れるっていうパターンでやってますので、お、ご飯はご飯、うどんに入れていただいて、はいはい、魚はまた別の入れ物に入れて、で、あとは、テイクアウトの方で餃子、はい、餃子、餃子ボーイさんっていう餃子なんですけど、これですか？あ、そうですね、上にある餃子ボーイ、ね、親子3代でやられてるところで、湖西とかこの辺では扱わせられてるうちだけで、この餃子がめちゃくちゃうまいって入れさせてもらいました。楽しみだね。めちゃくちゃ楽しみです。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。餃子ボーイ、餃子、あ、ありがとうございます。餃子ですね、人気のメニュー、人気のメニュー、いい匂いが。あ、すみません、え、ありがとうございます。前かき。めっちゃ可愛いですね。コロナよ、去りなさい。アトムさん、こういうアマビエ好きです、ね、好きだね。好きですよね。ぽっちゃり気味が好き。言わせんなよ、おい。え、ありがとうございます。これが？これがお子様弁当つけてやる。あー、なるほど。嬉しいやつ。嬉しいですね。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ美味しそう。ということで戻ってきましたね。はい。じゃあちょっと開けていこうよ。せーの。オープン。おお。おお。すごっ。すごっ。いや、やば。うお。うわ。もう。すごっ。がっつり。がっつりですね。数の量で言ったら2人分ぐらいありますね。うん、ね。間違えたんじゃない？間違えてる。はい、では開けます。オープン。いや、いいね。いい色してるよ。うまそうだもん、マジで。やば。じゃあ作りますか。ご飯の上に極み丼特製ダレを
大さじ2杯ぐらいかける。ひらめの特製だね、軽く潜らせてご飯の上に潜らせるのね、うん、で真ん中じゃないけど、おいいじゃないの。めっちゃ美味しそうですね。で、はい、できました。完成です。これがですね、これがもうね、極み丼なんですけど、正解が分かんないけど、これがきっと正解です。ちなみに本来の新東ひらめ極め丼はこんな感じです。さあ、ということでいただきましょうよ。こちらですね、いただきたい。これめっちゃ大きいっすよ。いただきます。肉厚でね、うん、めえこれ、うわすげえ、ひらめのさ、うまっ。もうくぐらせようかな、こうやって。はい、いただきますよ。うまっ、うまっ、うまっ。なんか卵くぐらせるとよりまろやかになる。ちょっとヒラメを食べてるんじゃなくて、僕らが逆に海に行ったような感覚になる。ちっちゃいやつ、なん、うまっ、うん、なんだこれは。少し味が濃いですね。めちゃくちゃ濃いです。凝縮された感じがあって、といってもなんか魚の臭みとか全くなくて、すんげー美味しいよ。もうどこの部位なんだろう。ヒラメ菌ですね。ヒラメ菌です、これは。すごい面白すぎて寒くなってきました。俺は汗かいてきたけどね。ちょっとここで壁であれです、ね、温度感が、ね、行こうよ。じゃあまちゃんもそっち。 ありがとうございます。こっちね、食べるのいっぱいあるね。こっちこっちめちゃくちゃ多いんですよ、いろいろあって。このお肉から、ね、それなんだろう。いただきます。いただきます。うん、うん、おいしいです。でもお肉本来の味がめちゃくちゃします。ソース割とサラッとしてるけど、洋風のデミグラスって感じです。お肉を邪魔せず、お肉をも優しく包み込むようなデミグラスソースです。おお。もうこれ海苔がいいよね。焼き海苔じゃないというか。そうですよね。うん、めっちゃ柔らかくて美味しいです。柔らかいし、一匹一匹になんかシラスの味がすごいしっかりします。風味がもう浜名大橋って感じです。橋なの。ちょっと私と浜名湖をつないでくれてます。おー、なるほどね、うん、そういうことです。なるほどか。なるほどね。海苔っていう波にシラスが乗ってきてるわけでしょ。そうです、サーファーです。サーファー。サーファーめっちゃいるじゃん。そう、結構混んでます。これ蜜です。これ蜜です。蜜を解消していきます。味は最高です。ちょっと蜜が減りました。こちらのじっくり煮込んだ煮物のお味は、うん、お肉自体はこれとあまり変わらないと思うんですけど、ソースが違うことによっても一気に和になります。日本って感じです。こっち洋風なんで、こっちはまあヨーロッパなんで、ヨーロッパですね。でこっちが日本です。まあ世界旅行ってことですね。世界旅行。だからこ中国もある。おーおー、もうまだ触れてないの。地産地消だから、もう全部地元の食材とかだよ、きっと。古菜で世界旅行ができるんで。古菜で世界旅行ですか。そういうことです。ああ、夢のような市ですね、古菜市。夢の国、夢の国、夢の国ですね。餃子ですね。いただきます。焼き餃子いただきます。うん、うま、うん、うん、あんがぎっしり詰まっててね。野菜多めだね。 そうですね。ニンニクも効いててすごい食べやすい、うんうんうん、各素材がね合わさってる。もうみんながっちり手つなぎ合ってね、うん、世界は平和だよ。世界平和の餃子ですね、これ。はい、もしもし。もしもし、お世話になります、はい、ごちそうさまでした、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ美味しかったです、これ。やっぱりね、新藤さんのひらめは、うん、縁側、縁側ですね、食べたしいですね。あれだけ大きな縁側っていうのは珍しいし、縁側にあれだけ油が乗ってるとか。そうですよね、珍しいので。なんか味もかなり濃ゆいというか、5日間あの冷水の中で寝かせて、はい、で脱水かけてあるので、はいはい、また味も濃くなった。ちょっとすごい脱水とかそういう手当てを下げるのよ
ったわけのことがあって、そうですよね、かなり美味しかったので、おー、いいなと。すごい美味しかったです、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お魚のフライが2種類あったと思うんですけれど、はいはいはい、はい、あれって何のフライですか？今日はサワラと、はい、ヒラメですね。ですね、今魚屋さんもやっぱりお店がいろんな居酒屋とかね、和食屋さんとかレストランいろいろ全部閉まってるので、はい、魚屋さんも魚がなかなか出なくて、うん、市場の方も困るっていうのもあるのと、うん、あとは野菜とか、うん、そういうものもね、あの地元のなるべく野菜を使ってとか、そういうことをしたいなっていうのはありますね。あと餃子もすごいですね、はい、これ中に種というあんがぎっしり詰まってて、すごいでしょ。すごいすごいです、これあのね、野菜がすごく多くて、そうですよね、でちょっと甘い感じがしますよね。あ、そうですね、そうですね、それが全部野菜の甘みなんですよ。それ冷凍でもうちでも販売できるんですけど、なるほど、そこのご夫婦でやられてるんですけど、はい、まだ若い、はい、2人があの全部あんから手作り、全部手作りで全部自分たちで進んで、瞬間冷凍機械で冷凍してきてくれる。おー、そうなんですね。はい、めちゃくちゃ美味しくて、もうビールに合うなと思いながらそうです、ね、食べさせていただいて。すみません、あと視聴者の皆様に何か一言メッセージお願いします。で、大変なご時世ですけど、今これが大事な時だし、まあ、そう暗くもならず家庭にいる時間っていうのを有意義に使うこともできるので、みんなで前向きに、まあ、美味しいものでも食べて頑張りましょうって感じですかね。ありがとうございます、美味しかったです。ありがとうございます。コロナに負けずに頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。食をね、お弁当を通して自分たちの店がじゃなくても、そうですね、みんながね、盛り上がってほしいというか、負けずに頑張ってほしいっていうのがすごい込められてたなっていうのがありました ね。地元の魚屋さんが困ってるから、そこで魚使おうとかっていうところに、やっぱり優しさじゃないですけど、うん、地域貢献の心というか、そういうのが見れたなってすごい思いました。この弁当一つでも、うん、野菜作ってる方とか、ね、うん、お魚屋さんとか助けられてらっしゃるんですね。うん、そうかもね。今回ご紹介したつぐみさんと、わらしべさんの情報を湖西営業所、ウィンディ湖西営業所のツイッターに載せておきますので、皆さんフォローよろしくお願いします。ね、といった形でね、また今回も2店舗紹介したですけども、また引き続きご飯湖西とねコラボということで、いろんなお店も紹介ね、していこうかなと思います。ウィンディ見てきましたとかって言ってくれたら僕らも嬉しいのでね、湖西省盛り上げていければなと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。さようなら。さようなら。じゃあ食おう食おう食おう。オッケーオッケーオッケー。おいよ、食おう食おう食おう。サラサラ美味しいです、ね、幸せ。ね、うめ、水飲む、水さて、今週の取得週刊湖西いかがでしたでしょうか。最近ウィンディ湖西営業所も新しくツイッターを始めました。そちらに楽しい話題をいろいろとつぶやいていきますので、お楽しみに。それではまた来週、さようなら。